はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター、今回は魔大陸に向かうところからやっていきたいと思います。魔大陸に乗り込むぞということで、結局メンバーここで決めるんじゃん。しかも3人って指定されてるし、 OK で、眠れる獅子はもう倒さないっす。もう倒すメリットとか全然ないんで、魔法ポイントがちょっと高いだけで、別に雑魚買ってた方が効率いいし絶対。あ、これここで戦闘になるんだっけ、エアフォース部隊だっけ、インペリアルエアフォースだ。後ろに回った向かい嘘、こんなもん持ってたって全く今まで登場してこなかったからね。これでさ、制圧した方が絶対いいよね。候補の前、これ片方だけかな、全体ちょっと、やはりあれか、片方だけしかいかないな。エーテル、お、いいじゃん。だったらマッシュ攻撃させてもいいかもな。ゲッ、すでプロペラ、セリスのヒットポイントが低い、全体的に弱くね。そうか、抜けてた期間が長いからか。だってマジックパワーすらマッシュに負けてるからね。ケアルラで隠しようか、ま、エーテルさっき手に入れたから、これは歩数かな時間かな、普通に出てくるし。これちゃんと決めよう。1体の方にサンダラ、いやサンダラを2体の方にやろう。こっちで倒せるかどうかだよね。追撃が必要か。あ、このスカイアーマーみたいなのが強いんだな。よし、エーテルパクね。絶対レード、ちょっとやろう。回復しとこう。いや、回復しよう。逆ゲー、なんでミスるんだよ。あ、敵倒せばとりあえず攻撃ができるからな。攻撃しない、回復ができるからね。で、万能薬で治すしかない。あれ、治るんだこれ。沈黙。これさ、挟み撃ちされるんだったら、セリス、後ろ下げても意味なさそうだけど、まあ一応下げていこう。で、ケアルで回復。階段入れないよね。入れない。てか、下にいる人たち何してんの？下でゲゲゲしてんのかな？どうやって？上のやつら頑張れって言ってんのかな？ひどくないか。じゃあ、オラキャノンに行こう。こいつを先に倒そう。こいつなんかいいの持ってる、そういえば。サンダルで死にそうだけど。まあいいや、とりあえず、エーテル。オーラケの戦ってさっき見てなかった。900か。まあ、攻撃力は強いよね。よし、マッシュ、ブリザード。いらないけど。エーテル7個か、それでも。ね、よくさ、引くって撃墜されないよね。そんな硬そうには見えないんだけど、一発食らっただけでなんか終わりそうな。900で倒せる、サンダラも倒せる。絶対レードが厄介だよな。それなりの火力があるから。こいつもやってるかい。結局ヘイスト、うわ、回復したかった。変なやつだな。こいつ何だっけ、テュポーンとかだっけ。これも何、帝国のモンスターなの、超謎。先にこれか。いや、プロペラがまずいんだよな。だから先手必勝で倒す。エーテル2つ使っちゃおう。戦闘が終われば回復でき、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 できそうだ。で、1回魔法でケアが2回じゃないよ。で、エーテルも4つくらい使っちゃっていいんじゃん。あ、あいつ来るまであれだな。戦闘してなきゃいけなそうだな。
動いてなくても敵出るから時間経過だ。あ、エーテル稼ぎにはもってこいだな。ロック、エーテルをパクったら用なし。強い、絶対レードマジで強い。またか。で、エーテルは50だよね、回復量。あいつでも飛空艇の速さについてこれって、ちょっとオルトロスじゃねえか。これが最後のバトル。ほんとほんと。これファイラってどんだけ効く？マッシュ。じゃ使えない、サンダラしか使えないんですけど。2900ロック、うーん、分取っとこう。2300、また負けちゃうかも。火力がめちゃくちゃ強い魔法の無口だけどすごく強い。なんか爆弾欲しいいらねえ。タコ印の炭、もはやダメージがないんだったらゴミだよ。分取りやって分取っとこう。ダガーとかクソすぎる。こいつダガーなんて装備してた。ティポン大先生結構なヒットポイントだな。ティポン殺さないといけないとか。ファイヤーってどんだけ効く？ビスマルクバブルブローカー弱そう。こうの前しようげっひどい回復されちゃった。倒した。ファイヤーボールってケアルしかないかな。ケアルで隠しよう。でファイラがダメってことはオーラキャノンでいくか。まああんまり回復しないけどいいや。あ、強い。オーラキャノンマッシュ普通に強い。必殺技が回復。ロックはもう単純に攻撃の延長線上だからな。あとこれで回せばいいじゃん普通に。かなり飛ばされた。げえ何の経験値にもならない。これ何どうなの。サンダラでちょっといいし全体やってみよう。魔導レーザーサンダラが効けばこれね、折っちゃっていいんじゃないか。炎のロット炎のロット全員にも折れるんだ。まあいい火力だ。拡散レーザーかっこいい。パネルみたい。ゲッゲッゲッ最初のあれなんで食らったんだ。ガンガン折ってこう。あ、死んでる。ケアルちょっと待ってね。セリスだな。集中的に。もういいか。折る必要はない。攻撃しよう。倒した。魔法ゲーだな。マジで魔法が強い。さすが魔導の力。3プリンセスリング。シャドウがいる。この先にガストラとケフカ三頭身がいる。よくちょうど降りられたよな。ちょっとテント使おう。そしてシャドウはこれシカトできんの？
帝国名必要なくなったらあっさりと殺しにかかってきた。てっきり死んだものだと。俺にカモン。インターセプターいないんだ。じゃあ一応装備させてあげましょう。で必要なのは、まあ、アラームピアスは欲しい。でどれだ、シップのかんざしも欲しい。誰かアラームピアス飛びしたっけ。そうだよ、マッシュだよね。だからマッシュは攻撃力上げよう。いやどうだろうね、結局必殺技があるからな。もう一個なんだっけ、エルメスか。プリンセスリングって装備できるの、というのなさそう。物理攻撃か、必殺技影響されるかどうかだよな。まあいいか、これでちょっと行きましょう。ここなんかそれなりに複雑だった気がする。なんかこういうところガシャって開いていったり、なんかちょっとワープしてドラゴンとか強そうだな。ちょっと投げてみる。強い。手裏剣が欲しい。手裏剣がどこだ。32個結構あんな。800個。え、飛ばされてたらひどくない。氷とかに弱いかな。いや、ドラゴンは炎、雷に弱い。ハイポーション。待て。反撃でさ、鼻息食らうんだけど。吹っ飛べたっけな、これさ。うわ、経験値もらえねえ。魔法習得値5か。魔法習得値で思い出した。シャドウ、多分何も装備させてない。どうしようかな。霧にするか。回復ちょっと覚えさせたい。シャドウめちゃくちゃ弱めんだけど。687しかない。シャドウ後ろに下げよう。投げる。専門でいこう。でこれ宝箱。ムラサメって刀だよね。攻撃受け止めることができるんだ。またドラゴンか、めんどっちいな。ちょ、何やった今、魔風剣やってたか。間違えた。サンダー魔法は使えません。悲しい。大事に1個投げてみよう。ハイポーション、まあ、レアな。強っ。吹っ飛ばされたけど。ちょ、待ってこれあれか、なんか2人になるまでもしかしたら鼻息で吹っ飛ばしてくるのかな。そんなことなかった。全員吹っ飛ばされる。これで仕留めなければ。倒した。え、雷神とかなんかすげえ経験値入る。一人だから。もっと買っとけばよかった。これ戻れるんだよね途中で。ちょっと待ってね、こっち側はうわある、いける。突然モンスターが現れた。ギガントスとか強そうだ。とりあえずブリザラファイヤー、ロドワ、やべ強え。え、なんだこいつ、こんだけやってくんだ。2800。すげえ。のど輪を、のど輪でいいんだよ。攻撃が半端ねえな。じゃあのど輪が強いのか。蘇らせたところでどうだろう、的にはなってくれるか。倒した。経験値めっちゃくちゃ。サスケの方ならやった。やったって言っても基本シャドウ投げるからな。これをどう回復する。ケアルラで行こう。なんか途中で戻れた気がするんだけど。で吸い込まれて。さすが魔大陸、よくわかんないシステム。プラチナドラゴン、プラチナなの。これは一応ちょっと全体にちょっとやっておこう。もうなんか吸収されるのが一番嫌だからね。
おお、お前これ600盗めない。けえ、間違えた。あれや、飛ばしちゃったからな。え、強くね、こいつら。投げるいいな。投げるっていくらだっけ。いや、強え、マジでこいつらほんと強え。水筒がいくら、250円とかだったっけ。500円はさすがにちょっと高いよ。1200、水筒でいこう。そんないっぱい持ってないけど。あれ、あっちに行けるようになったの。あ、そこもともと右には行けなかったのか。いや、なんか、いや、こっちか。あれをガチャって下げる感じだな、多分。先生、攻撃、よし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 。ここはアラーム、ちょっとブンドル。じゃあ、ちょっと、ここはホームまで行こう。で、投げるは水筒。で、ブリザラを、ちょっとサンダル捉えてみよう。全体に、ここで回す。てか、セリスのマジックパーがないもん。別になんか弱点っていう感じはなさそうだな。ちょっと待って、なんでシャドウフェニックスの使い出すの。投げる水筒、盗めねえし、全然盗めないんだけど、こいつ。でここも宝箱をマジで回収しておきたいからな。こっちはで、ビーも育ててくんの。敵すぎるよ。てか待って、セリスのマジックパワーがマジでない、ね、なんでさ、このさ、やってくんないの、あの前の行動を。すげえ、最悪。ちょっとこの破格で逃げようか、殴り倒すとか。消耗してる。しかも この破格で、ここまで使っちゃったけど、全滅の恐れすらあった。違う、この破格でって逃げ、煙玉じゃねえのか。煙玉ってアイテムであったよね、そういえば。で、どうすればいいじゃん。これでもさ、透明になってれば当たらなくないか。これ投げる、これ投げるってやったらどうなる。ライジング、よし、大丈夫だろ、ね、こっちと。シャドウに全てを託すしかない。一応ハイポーションで回避しよう。で、あるやつかな、カトン。燃えろ燃えろ、よし、やっと引き倒したよ。これこそ蘇らせとこう、フェニックス。ロック、お前は経験値になれ。投げる、ちょっと主力が下の方にありすぎてめんどくせえんだけど。まだ倒せないか。満身創痍なんだけど、本当にテレポで逃げらんねえかな。まずエーテルはもう5個しかねえ、そんな少ない。あれ、カーバンクルマスターしたか。ファントムはいらん。え、あと必要なの何。
魔法で考えよう。ラスフィラスフィダメだ、微妙すぎる。地上シブはシャドウケアル覚えてくる。こっち何もなかった。結局またペヒーノスか。クリタフとか異常だな。それこそ山彦煙幕とか違う、山彦煙幕じゃなくて普通の煙しか。ここでこれもうさよなら。ただボス戦に備えてレベルを上げておきたいかな。フィールドでの魔法はロックに任せよう。あそこに引く手が打てるんで戻れます。ただ戻ったところで最初からだからまた今度どっちがどっちだ。スタンダードDロックが全然効果ないから、それがちょっと弱いよ。こっちに飛んでいこう。殴り倒すの火力が高すぎる感じで。これ反撃か、殴り倒す。そしてシリスの待ち今日も待たない。パイラ覚えた。マスターしたか。ってことはあとはリフレクヘイストシェルテレポ。レベルアップした時にマジックパワー 10% はでかいよね。まあいいか、ちょっと魔法で考えよう。でケアでかいよ。スイッチして、ちょ自分で押さなきゃいけない。あそこが下がって、あれこれはここも下がって、ここ分取って、必殺技って投げて、魔法はもう使えん。サンダーブレード、サンダーか。あいつ炎に弱そうだな。沈黙の指輪どうしな。ロック結構ミスってか、マジでミスるんだけど。お前は回避率が高いのか。水筒よし、シャドウようやくケアル覚えた。そうすればシャドウも回復でケアルがいけるかな。でこっちは結局スイッチだけだったから右側。どっから来たっけ。なんもねえんだけど、開いてねえのか。ドラもなんかパクれ、いいもんパクれ。これやばい、マジックパワーがない。ライブがかけてもなんか弱点だけ探しとこう。レベル29、7000なのか。雷に弱い、やっぱそうなのか。はない、どうにもできない。源氏の小手パクったんだけど、思い残すことはない。さよなら。そして誰もいなくなった。それでいいのっていう。ロック二刀流にさせるか。ちょっとあの盗むとブンドルはでも一緒にセットしとき、盗む確率アップとあれはセットしときたいから、だからブンドルこっちがいらないか。現状持ちにしよう。
アフトライボンはさすがにいらん。これでどうだ。でぴょこっと出てきて行けるとこが増えてるはず。セリスちゃんはもうちょっとマジクパがないし、ほんと満身創痍すぎる。ライフシェーバーってドレインじゃん、簡単に言うと。運動力燃えろ。いけ、1回2回。あ、いいねいいねいいね、これにしよう。そうすれば多少下がってもいいや。手数でカバーする。あ、ビスマルクもマスターしてるわ。じゃあ魔力はいらない。マジックパーもいらない。水面はだったでしょ。体力か、体力はじゃあやっとこう。マッシュ、どこだ、こっちか。いけるようになったの。ドラゴンとかな、どうすればいいんだ。逃げよう。セリス、取り残されるシステム何なのマジで。で、ここのスイッチは、あれ、なんだこれ。あ、結局こっちから帰れるよって話。ひどい。はい、よっしゃ。相変わらず盗め。1個しかない。マジで補充してこよう。ここは結構レベルが上がりそう。竜騎士の靴、何も持ってる。後ろに下げちゃってるかな。シャドウ普通に攻撃したくても前に出すか。じゃあ、いや前に出すんだったら手裏剣投げてた方がいいな。で、どこ、こっち行けるようになったの。あ、ぽいなぽいな。よし、先制攻撃。もうとにかく先制攻撃は一発かましとこう。スイート、何か何か。ベヒーモス弱点ないか。調べろ調べろ。28、5000か、800かんのか。氷か、なるほど、覚えたぞ。ただしブリザラ覚えてるのもわからん。誰が水筒の中なの。水とはまた違うんだよね。エルメスか、いいな、結構いいの持ってんじゃん。無駄無駄。盾やっぱこういう時いいよね。アイスブランド装備してたもん、よくない？ロックとか。手裏剣、手裏剣。これ上にするのって手裏剣上に持ってきた方がいい。アイスブランド持ってて、アイスブランドはロック装備してんのか今。あ、装備してるわ。アイスブランド、アイスブランド、サンダーブレード、あれか、魔力上がんのか。じゃあ、こっちやで、ケアってめっちゃ回復して、で1個だけ使う。エーテル、で、ここに、ちょっと待って待って待って、わかんねえんだけど、どっかが開いたのか。だから、いけねえとか言ってたところが多分いけるようになったんだな。ここじゃない、右だな。そうすると一生くるくる待ってるわ。ルンドル、おお、で、ブリザラ、天使の指輪、手裏剣。手裏剣って別に
投げまくって安いし強いし、いい火力だ。ロック悪くない悪くない。いけねえ、あれどこだマジでわからん、永遠に迷ってんな。金の髪飾り的なマジックパー消耗を抑えるやつねえのかな。結構ミスするし、事実が魔法打てなくなってる。弱点つければ多分それなりに強いんだろうな。ロックの攻撃も、シグはもうマスターしたわ。なんかいろいろマスターしてきた。力、力こそ全て。ロックもあ、トゲがないからさ、力上げて火力を上げるしかない。こう来てこう来てこう来て、で結局こう来てこう来てこう来て、で600、1000、これが炎に弱いな。あれちなみに源氏のコテって追撃入んのかな。2度ぐーすげー減ったんだけど、使い出せるのめんどくせえわ。そしてフェニックスので、またロックのペア100くらいになったらシャドウに切り替えよう。じゃあこう来て、なんかひっくり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 回ってんな。ドラゴンとか無理だよ、倒せる気がしない。サンダラはあるよ、サンダラねえや、サンダー雷神って言ってもらう花息やれるだけやるか。みんな吹っ飛ばされそうだけどな、みんな吹っ飛ばされる。これが一番早いわ影響がない。一個戻ってこっちも意味ないよな。沈黙の威力なってっからさ、マッシュあれだ、王の前になってなかった。何うっすら笑い、何になった、ストップした。結構厄介なんですけど、ライフシーバーこれさすげえ食らうとき800とかマジか、減ってる分だ、謎すぎる。おおの前にちょっと火力が落ちてきたな。ここに来て最初ゲレベル5ですとか、おお待て、反撃レベル5です。マッシュサンダラ覚えたってことはもう覚えたんじゃね。マディ、魔力か、そういえば。イフリートって誰がつけてんの？ロックか、そうだ。じゃあまあ魔法でいくか。フェア。そして永遠にすげえ迷い続けてんだけど。こう来て、こっちから来て、ここに出てきて、ベヒモス2体とか、マジめんどくせえな。さよなら、ヘイスト。エクスポーションなんて持ってんだ。で、
こっち来て、で、こう行くしかないでしょ。で、こうでしょ、こうでしょ。で、下？よし、レベルアップ。で、下。で、下。で、ここが行ける。よし、こうだ。ようやくだよ。また、めんどくせえやつらだな。先制攻撃があるだけ。マシだな。こうの前が一回入ってくれれば、上は倒せるはず、これで。よし、あとベギーも。お前だけだ。めっちゃ殴ってきてるけど。こいつはアイスブランドに弱いからいいね。1200火力は出る。ステルスが弱いな。で、鳳凰の前毎回毎回入力するのがめんどくさいからな。全然火力が出ない。1500強い。で、パイラで、マスターしたでしょ。してねーし。あ、ファイラ、イフリート。あれ、ファイラでまだマスターじゃねえの？こっち行けないか。あ、ここで飛空艇があって、あれ違う？ドラゴンは、鼻息で吹っ飛ばしてくれるの？待つしかない。いや、これ両方ミスる。いや、めっちゃミスるんだけど。なにこいつ。おーの前ってもしかして反撃されない？そんなことない。はい、ポーション。鼻息のタイミングがよくわかんない。確定ってわけじゃなさそうだな。吹っ飛ばされた。何も持ってない。吹っ飛ばされた。これ、こっちじゃ逆？逆だな。帰りたい、とにかく帰りたい今。で、カチャ。逃げよう。シャドウ、ステリス。先制攻撃だったら逃げよう。これ、敵出そう。ベレー帽、ベレー帽って何？スケッチか。あれ、下もあるし上もあるしって感じだったけどな。あ、なんか帰る必要ねえわ。ちょっと寝るか。というところで結構馬大陸苦戦してて1回じゃ終わらなかったんですけれども、時間がいいところなので今回はここで終了したいと思います。次回はそうですね、ちょっと飛空艇のところから戻って強くなったところでやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。